こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は4年生の国語調べて話そう生活調査隊についてお話をしますはい、この単元の狙いは話す聞く力の育成なんですけれども話すための原稿ですね、えー、これもまずは型に沿って書くということが基本だと私は考えています ただ、ですねここアンケートを取るということですのでまず教師のヒントをもとにアンケートのテーマを決定何についてアンケートを取るかを決定するそして教科書に示してあるお手本に沿ってアンケートを作成結果の集約そしてその集約結果をもとに一人一人が教科書のお手本に沿って原稿を書くグループ内発表を経てグループ発表するとこういう流れで単元を組み立ててはどうかと思います。 はい、それではですね、何についてアンケートを取るのかということなんですけども、これは教師の例示が必要だと思います。と申しますのは、まあ、学級の子どもたちほぼ全員が経験していることでなければアンケートは取れません。また、 えね、しかもその上で自分たちで改善できる可能性のあることでなければいけませんね。食生活に関するアンケートだと子どもの努力だけでは、ね、改善できるかどうかは,はっきりしませんし無理な部分もかなりあると思います。まあ、そこで考えてみたんですけども例えばお手伝いあるいは睡眠時間。 勉強時間。これは子ども自身でかなり改善ができますよね。このようなテーマをまず教師が例示して、ね、これをもとにアンケートを作ってみましょう。もちろんこれ以外で、ね、思い浮かんだことがあったら作ってもいいよというふうにして、アンケートの作り方は教科書に例示がしてあります。それはすべて、ね、3つの問いからできていましたので、ちょっとそれに沿って作ってみました。例えばお手伝いならお手伝いはしていますか どんなお手伝いをしていますか ?3 年生の時とどう変わりましたか親民時間なら何時頃に寝ていますか寝る前にはどんなことをしていますか ?3 年生の時とどう変わりましたか勉強時間なら勉強はどれぐらいしていますか 宿題の他にどんな勉強をしていましたか、3年生の時とどう変わりましたかと、まあ、こんな風に作ってみたんですけども、おそらくこれも子どもたちでできると思いますね。まあ、このようなアンケートを一人一人にまず作成させて、それをグループ発表ですから、グループで持ち寄って、どれについてアンケートを取るのかというのを決めて、できればですね、Google フォームを使ってアンケート集計をしたいですよね。まあ、そうすれば、ね、すぐにアンケートを集計することができます。もちろんできなければプリンター 配ってアンケートととといいうことになると思います、はい、アンケートの集計までできたらアンケート結果をもとに発表原稿を作成するんですけどもこれは私は絶対に一人一人にさせたいと思いますグループでやってしまうと結局誰かが主導権を握ってノートに移すだけなんていう子も出てきますからまず一人一人で作成するとその上でグループ内で発表すると。 同じアンケートを取っているわけですから、どういうふうに分析したのか、子どもたち一人一人違うと思いますね。まずグループ内発表。その上で、えー、一人一人の原稿、それぞれの原稿のいいところをまとめていって、グループ原稿を作成すると。これはね、おそらく、えー、なリーダーとなるような子が中心になって進めると思います。もちろんそれでいいと思いますね。ですが、まあまあ、でも前提として一人一人ができているということがとても重要だと思います。 あとは自分が読むところの担当を決めて発表練習をし発表するとを聞いていた子どもたちが感想を出すとそういう流れで授業を進めてはいかがでしょうかはいご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです